なんかベイビーちゃんには毒気を抜かれちゃうんだよな。僕宣戦布告だってしたのに、そういうの全然気にしてくれない。それにすごく楽しそうで自由だったか。簡単に言ってくれるじゃん。でも本当は簡単なことなのかな。完璧がいいけど、そうじゃなくても歌っていいのかな。うまくいかなくてもやってるだけで楽しい。僕もそう思えるのかな。うまくいかなかったもの、世に出してないのに消せなかった僕が初めて作ったメロディー。全然下手くそで歌詞もない。でもずっと消せなかった。歌えなくなった僕を救ってくれたんだ、このメロディーが。これを作ったことで僕は別の光を見つけることができた。僕のいろんなものがごちゃ混ぜになったブラックボックス、これを今作り直したら。ねえ、ちょっと今いい？僕、歌おうかと思って。驚きすぎだろ。歌うよ。歌いたいから。完璧じゃなくても、ベイビーちゃん相手なら、いいかなって。ほら、ベイビーちゃんは僕に無様なゲームプレイを見せてくれたろ。うまくいかなくても楽しいって言ってたの。僕も試してみようかな、なんて。うわ、ちょっと苦しい。じゃあ話してよ。これじゃ歌えないだろ。僕の歌聞けないよ。オッケー。じゃあ聞いて。もう今日だけだぞ。悪くない感想だね。僕も楽しかったよ。わお、君本当に鋭いんだね。いや、そうじゃなきゃあれだけリナたちにぴったりな曲を作れないか。僕、ベイビーちゃんの曲の秘密がやっと分かったんだけど、誰かのハートにぴったり寄り添う最高の曲は、その誰かの数だけあるんだね。その誰かだけを見つめていれば、曲は自然と湧き上がってくる。君って、そういう曲作りをしていたんだ。もう、ほんと君ってベイビーちゃんだな。まあいいさ。今日はこれだけ分かってくれれば。ベイビーちゃんが言ってたことは本当だ。プレイするだけでワクワクする。僕も歌ってるだけで最高の気分だった。また聞いてよね。